はい、みなさんこんにちは。今日は無理なく痩せよう全身フォームローラーほぐしです。全部で11分間一緒に頑張りましょう。最初は背中をほぐしていきます。ローラーは横向きに置いて肩甲骨あたりに当たるように背中をコロコロほぐしていきましょう。背中の中心がほぐれたら体を左右に傾け、左右の背中もほぐしていきましょう。お尻は床から離して頭は腕で支えていきましょう。呼吸は止めずに行いましょうね。次は背骨をほぐしていきます。お尻はマットにつけます。肩甲骨の下あたりが当たるようにローラーをセットしましょう。頭は手で支えて背骨を前や後ろに倒しながらほぐしていきます。無理せず自分のペースで行いましょう。次は首をほぐしていきます。首の後ろにローラーが当たるように仰向けに寝ましょう。左右に頭を倒して首の後ろをほぐしていきます。首はとても繊細な部分です。あまり力まないように自分の頭の重さだけでほぐしていきましょう。次はすねをほぐしていきます。ローラーの上に正座で座って両手をマットにつき、コロコロすねをほぐしていきます。膝に近いすねや足首に近い方まで少し移動させながらまんべんなくほぐします。できるだけお尻はかかとの方に落としてコロコロ転がしましょう。次は前太ももをほぐします。太ももの前側が当たるように両足を揃えてローラーに乗りましょう。肘を立ててバランスをとり体を移動させましょう。膝
上から足の付け根までまんべんなくほぐしていきましょう。次は内ももをほぐしていきます。足をローラーに揃えて乗せたら、足を少し開いて外側に回旋させます。足を外側に回旋させると内ももがローラーに当たると思いますので、そこをしっかりほぐしていきましょう。痛みが強い人は少しずつ動かしてほぐしましょうね。転がすとき腰が反らないように注意しながら行いましょう。次は右の外ももをほぐしていきます。両足を浮かせると痛い人は上側の足を床につけながら行いましょう。できそうな人は両足を伸ばして床から浮かせほぐしていきましょう。少し骨盤を斜め上に向けたり、斜め下に向け、斜め方向の外もももほぐしていきましょう。呼吸を忘れないようにしましょうね。次は反対の左側もほぐしていきます。外側は特に張っている人が多いので痛みが出やすいです。無理せず行いましょう。斜め後ろ側の外太ももは特に張っている人が多いです。ゆっくりとほぐすようにしましょうね。バランスが不安定になりますので、そういう人も片足をつけて行いましょう。次はお腹をほぐしていきます。まずは肋骨と骨盤の間、前側に骨が当たらない部分にローラーを当てます。その後は骨盤に乗るあたり、下腹あたりもほぐしていきましょう。肋骨は非常に折れやすい骨になりますので、肋骨の上で乗らないように注意しながら行いましょう。つま先はつけたままほぐしましょうね。次は左側の脇周辺をほぐしましょう。左脇がローラーに当たるように腕をまっすぐ伸ばし、横向きに寝ていきます。ローラーを転がしたり、体を前や後ろに倒し、まんべんなく脇周辺をほぐすようにしていきます。
周辺も痛みが出る人が非常に多いです。自分のペースで焦らずゆっくりほぐしていきましょう。次がラスト、先ほどの反対側、右の脇周辺をほぐしていきます。支えている上側の肩周辺が上がらないようにリラックスしてほぐしましょう。一箇所というよりもまんべんなくほぐすことによってバストアップや二の腕が細くなる効果も見込めます。力まないように呼吸を繰り返し行いましょう。ラスト10秒、頑張って。はい、皆さんお疲れ様でした。今日は以上で終わります。